よう、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様。なんだってばよ。本当のお前はどこに行った。感じないぞ。ここにいるだろ。お前の目の前によ。お前は憎しみを克服した。だが安心するな、極力キュービーは憎しみの塊だ、極論。どういうつもりだ。今口が塞がってんだ、見りゃわかんだろ。行くぜ。キュービが封印から出たら、自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。これ常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝者。キュービに直接触れて、自分のチャクラとキュービのチャクラをくっつけたら引き合いになる。要するに綱引き勝負だ。オッケー。俺様も戦いに参戦。お前の精神の中がうまく力が出せるわけでもねえ。残念。やっぱすげえな。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぞ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか説明はいらねえな。そうか、わしの力をコントロールする気だな。星火と組んだか。キュービの陣中力とあろうものが情けない。確かにリスクはでかい。だが踏んどっちまえばキュービのチャクラは一生己のものになる。キュービの石からキュービのチャクラを取れるだけ踏んどっちまえ。それがホービー。キュービの憎しみを惑わせるんだ。強い自分の意志でそいつをボービー。ごめんな。サンキュー、ダゴンさん。爆発を抑えた。強力な協力はここまでだ、ナルト。そうやったのもだから、やっぱ思った通り。おお、超オーラマのセット。いけに勝てると思っているのか。じゃねえと、封印開けたりしねえだろ。すぐに捕まえたってばよ。Thank you.
負けるな、ナルト。バカ野郎、この野郎。お前にわしの力をコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部。憎しみ思ったより強すぎ、本当にヤバいかもしれん。かなりの試練。僕が抑えます。消えていなくなれ。いい、ここにいていいのよ。ナルト、ナルト。なんだ、どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そうか、そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった？お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い方。女に化けて俺を騙すつもりだったんだな。キュービの違うってばね。いってえ。手番ね。いきなりとついちゃった。生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみんなと何も言わなかったのね。まったく。そう、私はあなたの。あ、ずっとずっと会いたかったってわよ、母ちゃん。ではよっか。やっぱり私の子ね。キュービカが止まった。ヤマト、何かしたのか。いえ、自発的に止まったみたいです。何があった。母ちゃんに会ったら聞きたいことがいっぱいあったんだ。うん、ゆっくり聞くわね。その前にキュービをおとなしくさせなきゃ。お茶くん、クシナくん。愛してる。なんだろう、すっげえ安心する。あなたを愛してる。すっげえ嬉しい。クシナめ。これはいい感じ。このまま監視。キュービを抑えている私のチャクラもそう持たない。今のうちにやっちゃいなさい。おう、多重鏡神の術。武器やっぱり強いわね。くらえ！合戦！超カレンマン！押せるな！まだいけるってばね！モード。戦闘。
を。少しの間待っててくれ。